朝倉未来が社長を務める1分間最強を決める格闘技イベント、ブレイキングダウン、ブレイキングダウン、10、23日、のオーディション動画の第5弾が11日、朝倉の YouTube チャンネルで公開され、人気選手の一人、番中村が福岡の喧嘩自慢の襲撃にぶち切れる場面があった。写真、怒り狂った番中村くつなげつけるほどぶち切れ福岡から来たトニーが入場早々に、おいこら、番中村。 と声を上げて、一目散に番中村に向けて駆け出し、飛び蹴りでひな壇に突っ込んでいった。関係者に引き離されたが、忘れたとは言わせねえかんな。福岡のトニーじゃボケクソジジイ男梅みたいな顔しやがって、と罵倒した。その後、トニーは着席したが、トレードマークのサングラスを外した番中村は別の乱闘が起こっている暇に、 背後に回ると、忍び寄ってチョークスリーパーを観光。上等だよ、こら。血だらけにしてやるよ。と、土星を浴びせた。審査員席に座っていた、アウトローのカリスマ、ウリタ・ジュン氏も驚いた表情を浮かべ、溝の口空は、バンさんがあんなに感情的になるところ、始めてみました。と語った。バン中村が監督を務めた九州喧嘩自慢対抗戦での因縁があるようで、トニーは、 俺を呼んどいてよ。どういうことか知らねえけどよ。何集合時間より先に始めてんだよ。ふざけんなよ、と恨みを明かし、殺すぞこら、と再びひな壇に突っ込んで蹴りを見舞った。再び怒り狂った晩中村はトニーの靴を投げつけて怒鳴りつけた。その後、別の参加者の晩になったが、暴れるトニーに喧嘩に来、こと井上力人が、うるせえんだよ、お前。 と怒りをにじませて応戦。本戦での対戦が決まった。